会いに来たんだ。君に聞いておきたいことがあってね。何なの？誰が来ていいって言ったの？じゃあ誰の許可を取ってくればいいんだい？帰ってちょうだい、リカルド。待てよ。出かけるなら僕に一言言ってくれてもよかっただろう。いつからいちいちあなたに相談しなくちゃいけなくなったの？僕たちは婚約したんだよ。忘れてもらっちゃ困るな。どういうつもりだい？ひどいと思わないのか？目の前で怒鳴らないでほしいわ。怒鳴ってないよ。婚約者として当然のことを聞いてるだけさ。どうして僕に黙ってきたのか、どうして一人で来たのかをね。全く冗談じゃないよ。マリソルと俺が兄弟だなんてありえない。そこまでして俺たちを引き離したいんだ。信じられないな。あの家の人って立派に見えてとんでもないこと言うんだね。最悪なのはマリソルが信じきってることなんだ。あの男といると楽しいとか。俺を撃ったあの男だぞ。リカルド・フェリーニ。兄さん、二人でいるところを見たんだろ。仕方ないよ。仕方ないだと？二人でいるのを見たから諦めろって言うのか？そうじゃないだろ。俺を二度と近づけさせないためにわざと嘘をついたに決まってるんだ。いいかい、兄さんは一度銃で撃たれてるんだよ。もっとひどい目に遭いたいの？どこの誰であろうと俺たちを引き離すことはできない。心から愛し合ってる、それだけは確かだ。なら説得しに行くんだね。出ないと彼女は信じきったままだよ。どこへ行けって言うんだよ。マリソルはこの町にいないんだ。行き先さえわからない。問題ばかりだね。うちのことだってさ、母さんの容体は未だに安心できるような状態じゃないし。兄さん、そういえばこの前この病院で見かけたんだ。ベレンだったと思う。ベレンがここに？そう、今兄さんがいるところにね。少し感じは変わってたけど、その子ベレンにそっくりだったよ。声をかけようと思ったらすっと行っちゃって、しばらく後追いかけてみたんだけど、階段の途中で見失ったんだ。ベレンだとしたらきっと母さんに会いに来たんだよ。パブロ、もしそうならなんで帰ったりしたんだろうな。母さんがベレンに会いたがってることはあいつだって知ってるだろう。うちを荒らされた日から入院したままだ。まあね。うちで思い出したけど、兄さんに言わなきゃ。ヒメナ・フェリーニって人がうちへ贈り物をしてくれたよ。贈り物？かなり大きくてね。台所用品とか陶器のお皿やカップ、それからナイフやフォークなんかも入ってた。なんでそんなもの？絶対受け取らないからな。どんな人からの贈り物だってもらうもんか。特にヒメナ・フェリーニのはな。せっかくこんな遠くまで来てくれたのに、普通に話ができないのならあなたの質問に答える必要はないわ。答えてもらうよ。何なのリカルド、どういうつもり？婚約したというだけで私があなたの言いなりになるとでも思ってるの？違う、君はどう思う？ん？あなたにはついてけないわ。私だったらたとえ婚約者でも探るようなことはしないわね。だって不愉快だもの。それにしても黙って出ていくことはないだろう。君の家に行ったらお母さんが、あら知らなかったの？マリソルはしばらく帰ってこないわよって。恥ずかしいだろ。勝手すぎるよ。ひどいじゃないか。前から予定を立ててここへ来ようと思ってたわけじゃないわ。とにかく落ち着ける場所と考えてたらここが思い浮かんだの。電話があること忘れたのかい？うっかりしてたってこと？追いかけてほしくなかったってことかな。どうして僕に一言言ってくれなかったの？はっきり理由を教えてくれなきゃわからないよ。いくら話し合っても無駄のようだわね。だって何を説明しようにも聞いてないんですもの。私がここまで来たのは一人でゆっくり考えたいからなの。あなたと醜い争いをするためにわざわざ静かな場所へ来たんじゃないわ。だからお願いリカルド、帰ってちょうだい。嫌だ、一人では帰らないよ。少しでも思いやる気持ちがあるのならすぐに帰ってくれるはずよ。実際悩んでる原因はあなたにもあるの。ありすぎるくらいだわ。だから一人にして今すぐ帰って。一方的に送りつけるなんて迷惑だよな。テレシータを叱っといたよ。同情や哀れみは受け取るなって。とにかくフェリーニさんの住所知ってるから、後で箱ごと全部返しに行ってくるよ。悪いなパブロ、そうしてくれると助かる。まったく腹が立つよ。自分の息子が兄さんに怪我を負わせたんだからお詫びのつもりなんじゃないの？金で解決できる話か。あの家族もどうかしてるよ。
うん。でもみんながみんなってわけじゃ。なんだよパブロ、あっちの肩持つのか。違う違うってば。ただパトリシアだけは別だってことだよ。あ、なるほどね。そうか、忘れてた。やだな兄さん、なんだよ、はっきりさせときたかっただけだよ。パブロ先生、母はどうですか。いい知らせだ、峠は越えたよ。よかったね兄さん、よかった。これで安心だ。神に祈り続けた甲斐があったな。いや、実は安心するのはまだ早いんだ。イルダさんには手術を受けてもらう。手術を？先生、どうしてですか？完治するためだよ。峠を越えたのはいいんだが、だからといってこのまま治るものではない。それからもう一つオクタビオに話したいことがあるんだが、まだ日を改めてな。うん、それで母さんには会えるんですか？母さんが恋しいか？うん。もちろんいいと思う。ただあまり疲れさせないようにしてくれよ。はい。これから診療所に戻るけど、また後で診察に来るから。はい、ありがとうございます。先生には何てお礼を言ったらいいか感謝してます。本当にいいんだ。行くぞ。そうだオクタビオ、ちょっと待って。さっき言ったことなんだが、ぜひ話をしたい。大切なことなんだよ。わかります。先生の話したいことは俺にも察しはついてます。言わせてもらうと、俺たちはこの世で一番いい友達でいられるとは思いますが、兄弟だとは思いません。ありえないことです。じゃあ行くぞ。仲直りだ。もうあなたとは話したくないの。同じこと言わせないで帰ってちょうだい。僕の気持ちがわからないかな。君を愛してるんだよ。そうかしら。私を愛してるようには見えないけど。君が黙っていなくなったんだ。どれだけショックだったかわかる？なんだか無視されてるようでさ。無視なんてしてないわよ。そっか、それならよかった。僕の立場になれば君だって分かってくれるよね。ん？今までいろいろあったから、今が一番辛いのは僕にも手に取るように分かるんだよ。僕を探してた時君が言ってたことまだ覚えてるかい？一人にしないで、全てを忘れさせて。その通り、僕は君の力になりたいんだ。リカルド、今その話はしたくないの。マリソル、いいかい？今じゃなきゃダメなんだ。悩んでる今こそ君を励ましたいんだよ。僕が一緒にいれば、たとえどんなことがあっても二人で乗り越えていける自信があるんだ。ん？リカルド、さあおいでマリソル。何も心配しなくていいんだよ。いいかい？はあ、こうしてると安心だろう。僕なら君を悲しませたりはしないよ。オクタビオと違ってね、僕がついてるよ。いつでも君と一緒にいる。それでいいよね。よかったね母さん、元気になって。気分はどうだね？本当によかった。早く家へ帰ってきてよ母さん。もちろんよパブロ。母さんがいないとうちの中が火が消えたみたいに寂しくて、叱られないのもなんだかつまらないよ。私がいない間お前たちいい子にしてたかい？もちろんだよ。本当に？そのおでこの毛が少し良くなったの？前にも言っただろ、何でもないってば。こんなのすぐに治るよ。気にするほどのことじゃないから。母さんは自分のことだけ心配してればいいのね。母さん、そういうわけにはいかない。早く良くなって家へ帰ってきてほしいんだよ。そりゃね、私も早く家に帰りたいと思うよ。このままここにいてもお金がかかるだけだし迷惑だろ。母さん、俺たちのことは心配しなくていいって言ったろ。迷惑だなんて。それじゃ教えておくれよオクタビオ。
どうしてあの人たちがここへ来たんだし。あの人たちのことは気にしないでいいね母さん。兄さんの言う通りだよ。確かオクタビオのことをいろいろお世話になってありがとうとか言ってたけど、そんなことどうでもいいからさ。それよりほらね、そろそろ目を閉じてゆっくり休んだ方がいいよ。ほら1、2、3、これでいいだろ。余計気になるじゃないか。何かあるんだろう。何にもないよ大丈夫。きっと羨ましかったんだと思うよ。そうだろ、うちの家族はみんな仲がいいし、それに母さんは子供たちみんなから愛されてる、尊敬されてるんだから。実のところなんというか、わしが思っていたよりもずっと早いペースでことが進んでいるんだ。思った通りだ。自慢じゃないが結構そういうことに関しては勘が鋭くてね。あの秘書とは前から何かあるんじゃないかと思ってましたよ。もし恋愛相談所でもできれば所長になってほしいところだな。遊びのつもりなのか真剣の愛なのか、ん？どうなんです？勘弁してくれよ。この年になって若い女性と恋だの愛だの。どころ恋愛に年など関係ありませんよ。そうでしょ？それでどうなんです？手を握ったとかキスをした、食事だけ？一応な。一応って？一応っていうことはつまり最後まで？言わんでもわかるだろう。つまりだ、食事に行って、それで食事に行って、それからどうしたんです？そんなことはっきり言えるわけないだろう。君も男なら、分かってくれよ。とうとう二人は一線を越えてしまったわけですね。奥様のことはどうするんです？ん？別れるんですか？いやいや、別れるなんてとんでもない。アルタグラシアは永遠にわしの妻だ。そうだ。だがミルドレッドといると気分が一気に若返るようで、まるで別世界にいるようなんだよ。その調子だ。もっと人生を楽しまないと。堅苦しくしててもいいことはありませんよ。それに最近では誠実なんていう言葉だけでは結局何の売りにもならないんだから。煽っているのか。やめてくれ。ただ応援したくてね。もう後には引けないでしょ。いや、しかし議員はさすがだな。ロベルト、ん？子供っぽく聞こえるかもしれんが、だがな、心配なんだよ。わしは名の知れた政治家だ。どこかでバレるようなことはないかなと。プライバシーがないからこそ協力したいんですよ。ここなら誰にも見つかりませんって。ん？本当に迷惑にはならないんだな。迷惑？ああ、とんでもない。喜んでお貸ししますよ。前もって教えてくれたらいつでもご自由にどうぞ。それから火曜日までにレポートを出すのよ。わかった？本当に？そんなの絶対無理だよ。仕方ないだろ、休んでたんだから。だってママが外へ出るなって言うからさ。学校へ来たってどうせ遅刻するくせに。余計なこと言うな、ハロルド。朝のトレーニングでクタクタになるからだよ。ハロルドも同じチームだけど遅刻なんて絶対しないわよ。だってさ、こいついつも補欠だもん。なんだよマルコス、喋ってないでとっとと終わらせようぜ。わかってますってカルメロ。まったく、トレーニングの方も休んでたから知らないと思うけど。なんだよ。この前女子チームに新しい子が来たよ。コーチの親戚の子でさ、これがまたすごく可愛いんだ。もう最高。そう、あんな痩せてる子のどこがいいの？信じちゃダメよマルコス。個人の好みの問題なんです。そうだろカルメロ。なんか喋ってたら腹減ってきちゃったな。テレシータ、何か食べるものある？わかんないけど探してみるわ。何でもいいの？うん、一緒に来る？あ、行くよ。残念でした。諦めろ。うるさいぞハロルド。いいから黙ってろ。本当は悔しいくせに。くだらないこと言ってないで勉強しろ。
最近やっと落ち着いてきたようなの。学校にも行き始めてるし、友達とも楽しくやってるみたいで。それはよかったね、うん、誘拐された時の精神的苦痛は簡単に忘れられるものじゃないらしいし。その通りだわ。正直言うと私はまだ心のどっかでビクビクしてて、マルコスのことがつい心配になっちゃうのよ。夜明かりを消してベッドに入っても追い詰められるような夢を見て、目が覚めると汗びっしょりかいてるの。マルコスは無事戻ってきたんだ、心配ないよ。それに弟さんは警察で働いてるんだろ。確か所長さんだと言ったね。ここは弟さんに任せて、早く犯人が見つかることを祈ろうよ。そうね、無事だったのが何よりだわ。ああもう嫌、こんな時サルバドールがいてくれたら私も少しは落ち着いていられたでしょうにね。わかるけど、ご主人はもういないんだ。多感な時期の子供を二人も抱えて、これからも一人でやっていけるかしら。私不安で。子供たちには将来がある、それを生きがいにするんだ。それから新たな始まりとして君を食事に招待したい。先生冗談でしょ、食事に招待って。私なんか冴えない母親で、子供のことでくよくよ悩んでばっかり。綺麗でも何でもないし、一緒にいたって楽しいことなんてないわよ。そのままでいいんだよマルガリータ。ダメよ先生、それに見て、こんな汚い格好でどこへ食事に行くっていうの。笑われに行くようなもんだわ。十分素敵だよ。それにオペラを見に行くわけじゃないんだ。食事をしながらゆっくり話をして、とにかく楽しく過ごしたいな、君さえよければ。友達としてね。ええ、そうね。それじゃ受けてくれる、僕の招待を。うん、やっとお母さんが許可してくれたのね。ああ見張りの人がついてるから外出してもいいって。まだ心配みたいだけど。当然でしょ、急にいなくなったのよ。私だって死ぬほど心配した、もし何かあったらって。何かあったらって何が。聞かなくてもわかるでしょ。死ぬとか、そんなこと言わないで。縁起でもない。死んだら泣いてた。やめてって言ってるでしょ。怒るなよ。な、言ってみろよ。そりゃもちろん仲良くしてるし、友達でしょ。友達ってただの。そうよ、ただの友達。そう、ただの友達じゃなかったらどうする。え、テレシータ、俺と付き合ってくれる？マリソルが妹？そんなバカなことがあるかよ。どうせ引き離すための口実だろ。そんなこと分かってるよ。俺は彼女を愛してる、彼女も俺を愛してる。兄弟だなんてありえない。おふくろさんには聞いたのか？そうすれば一番はっきりするじゃないか。そんなこと母さんに面と向かって聞けるわけないだろ。まさか集中治療室へ行って、母さん俺は実の子なのってショックが重なって二度と退院できなくなる。まあな、悪かった悪かった。それでマリソルは？とにかくこの話を信じきってるんだ。直接話したんだ。いや、この前話はしたけど、その時は俺が撃たれたってことだけで。それもリガルドが俺を泥棒と間違えたってことも信じ込んでるんだよ。困ったもんだな。それならすぐにでも彼女に会って、君が信じてることは全部違うって言えよ。だろ。あ、それがマリソルは町にいないんだ。今どこかへ行ってて行き先がわからない。俺マリソルがどこにいるか知ってるぞ。そんな嘘だろ。嘘なんかつくかよ。どこなんだ。はい、これ食べてからにしましょう。俺いいよ、腹減ってないから。もう帰る。まだ勉強終わってないだろう。そうだけどさ、今日はママに早く帰ってこいって言われてるんだ。今来たばっかりじゃないか。ダメなものはダメだ。一緒に勉強するのが嫌だったら最初からそう言えばいいだろ。ああそうだよ、嫌だね。俺はそんなものわざわざ食いに来たんじゃないんだ。じゃあな。あいつどうしたんだよ。
よくわかんないけど台所に行くって言って戻ってきたらあんな風でさ、変だよな、あいつなんかあったの？マカレナが言ってたことだから確かだよ。間違いないんだろうな。俺は聞いたまんまを言ってるんだぞ。よし、すぐ行ってみるよ。俺たちは愛し合ってるんだ、このままじゃ済まさない。お前のその情熱で誤解なんかぶっ飛ばしてこい。何でもいいからとにかくマリソのところへ行って兄弟だっていうのは仕組まれた罠だと説明してくるんだ。分かってくれるさ。金がないならいくらでも貸してやるからな。さすが俺の親友だ、恩に切るよ。凛と感謝してるからな。そこまでどうやって行くか分かってるのか？ああ、なんとかするよ、心配するな。彼女に会えるなら俺はどこだって行く。俺たちが兄弟だなんて作り話を信じるなと言ってくる。マリソルと俺は愛し合ってるんだ。この恩は一生忘れないぞ。ほら、これなんて綺麗でしょ。あんたにぴったり似合ってるよ。どう？やめてよ、私こんなの着たくない。ねえ、どうしたの？怒んないでよ。どうせいつか着ることになるんだから、着たらやみつき。ん？例えばさ、カツラをつけてガンガン迫るの、それで相手は大喜び。いやよチェリー、絶対しないわ。したくないもの、恥ずかしくてできないわ。今さら何言ってんの。せっかく掴んだ男に結局は振られたのよ。だから今度は自分で男を選んで楽しむの。どうしても目に焼き付いて離れないのよ、酔って騒いでる男たち。まるであなたも別人みたいで。ねえチェリー、なんでロケットって呼ばれてるの？ああ、そりゃね、私って燃え上がると天井もぶっ飛ばしちゃうぐらいすごい勢いで爆発するからよ。分かった？そうなの。でもやっぱり私にはできない、何も知らないもの。純情ぶっちゃって。私が教えてあげる、簡単だよ。それにあのオーナーニクソンって人。ニクソンが何よ？ん？疲れてたじゃない。それはよく分かったわ、気安く私の足に触ってきたりしたもの。そういうの嫌なの。何よ、足に触られたぐらいで。ん？ほんの挨拶じゃないの、いちいち気にしちゃダメ。それにニクソンって面倒見が良くて本当にいい人なんだから。で、その彼があんたのこと見た途端に気に入ったんだよ。これでお店のナンバーワンだね。どんなにいい人か知らないけど私は嫌。初めはみんな敬遠してるけど、一度慣れたら家族みたいに仲良くなれるんだから。あそこみたいに働きやすいところはないよ。だってあのお店にいるだけでお金がバンバン入ってくるんだもん。どうかしらね、新入りなんてそんなにもらえないわよ。今夜行ったら早くなれるようによく見とくんだよ。ん？余計な心配しないでいいから黙って私についといて。ニクソンはね、二之助が来るとご機嫌でさ、彼女のためならもう何でもしてあげちゃうんだよ。二之助？その人誰？誰って見てのお楽しみ。男を扱うのがこれまたすっごくうまくてね。二之助はあのバーの女王だよ。神様、あの声が、あの声が聞こえる。どうぞお助けください。お願いです、神様、神様。ママいないの？ママ何なの？やっぱりね、ママならお祈りしてるんじゃないかと思ったわ。ママが何をしててもいいじゃない、お祈りの邪魔しないでって言ったでしょ。分かってるわよ、心置きなくいくらでもごゆっくりどうぞ。いいことがあればいいけど。やめて。なくても祈るのよね。出てってちょうだい。出てくわよ。でもその前にこのバッグの中身について聞きたいことがあるの。私のアイシャドウ、口紅、他化粧品全部どこなの？ママ知らないわよ、触ってないもの。本当？じゃあママ以外なら誰？旅行用のカバンね。そう。出かけるの？ちょっとね、私がいなくなれば好きなだけお祈りできるわよ。マカレナ、マカレナ、行かないで。お願いだからママを一人ぼっちにしないで。ママ寂しいの？どうかしたの？ママなんか変よ。まさかうちで一人でいるのが怖いっていうの？いつもなら一人にしてちょうだいっていうくせにおかしいじゃない。どこ行くの？マリソルに会いに行くの。南の方よ、すごくすごく遠いところ。マカレナ。何よ。お願いだからお家にいてちょうだい、いいでしょ？ダメよ、私もう行かなきゃ。ママには神様がいるでしょ。お祈りを邪魔してごめんなさいね。じゃあね。
まただわ。またあの声が。ああ、やめて、やめてちょうだいよ。いや。マティアス、届けてほしいのはこれよ。時間に遅れないようにね。箱の底の仕掛けに気づかなかったらどうします？うまく説明しておいてちょうだい。長年の計画をぶち壊すことのないように。それからぴったり、これでよしっと。本当に大丈夫ですか？あなたも心配しようね。これでお付き合いがうまくいくってものよ。何？フェリーニ社長、ロハス様がお見えですが。お年して？いいんですか？お友達よ。失礼。どうぞ。ご機嫌いかがですか、フェリーニさん。おかげさまでなんとか。あ、マティアス。はい。これを大使館までお願いね。わかりました、うん、今日はまたどういったご用件ですの？残念ながら個人的なことではないんです。というと？息子さんが外出制限措置を無視して許可なく市外へ出ているようなんですよ。マリソルったら本気で言ってるの？何もかもが中途半端なまま結婚するわけ？私もどうしていいのか全然わからないわ。いいこと、マリソル。自分の胸によく聞いてみなさいよ。ん？リカルドを愛してるの？彼と家庭を持って子供を育てて幸せに暮らしていきたいと思ってるの？ん？わからないわ。やっぱりね、そう言うと思ったわ。今わからないっていうことは、結婚する相手の男性を本気で愛していないか、ただ結婚したいだけなのか、愛してない人の子供を産むなんてとんでもないって心の底では思ってる証拠よ。だけど婚約してるのよ。解消すれば？約束事は破られるためにあるの知ってた？ん？本当に個性的な考え方するのね。だってマリソルを見てると、悩まなくていいことにいつまでもくよくよ悩んでて、それじゃ時間がもったいないでしょ。もっと別の考え方をすればいいのよ。ほら座って。兄である人愛してしまった。でもそれが真実かどうかはわからない。それじゃどうして？その答えがはっきりしてないのに婚約してるからって他の男と結婚するのよ。もし後になってオクタビオが兄でないって分かったらどうするの？とにかくオクタビオとはうまくいかないわ。話してないことはたくさんあるけど、いろいろあったのよ。いろいろあったのは分かるけど、一つ聞くわ。どうしてリカルドと結婚しなくちゃいけないの？いい縁談だし、家族も賛成。特に問題はないもの。オクタビオを忘れるにはそれしかないの。うん、もっといい方法があるんだけど、どうかしら。遠いところに旅に出るの。とても遠いところにね。みんなから離れて一人で落ち着いて考えるのよ。時間は貴重なものだと思うわ。そうしなさいよ。遠くに旅に出てリカルドとオクタビオから離れるの。今はそうするのがいいんじゃないかしら。これは命令なんですよ、フェリーニさん。守れないとどうなるか分かってますか？まず人をやって捜索します。お願いです、やめてください。息子はついうっかりしたんですわ。婚約者を愛するあまり後を追って。所長さんもお若いから分かるでしょう。お言葉ですが、婚約者がいようといまいと違反は違反です。そうじゃありませんか？所長さんのおっしゃる通りですわ。でももう一度信じていただきたいんです。今まで私が嘘をつきました。うん、とんでもない。よかった。それじゃあどうぞご心配なく。息子は間もなく戻ってくるはずですから、後ほど責任を持って連れてまいります。ちょっと失礼。ええ。
はい。ペリーニ社長、パブロ・カセレスさんという方がお見えですが。パブロ・カセレス、わかったわ。そうね、少し待ってもらえるように伝えて、すぐ終わるから。いや、あなたの話し方には人を納得させる不思議なものがありますね。どうしてなんでしょう。抗えないというか。嬉しいことですわ。他の方はそうは取ってくれないんですもの。きっと所長さんと私はとても気が合うんですわね。うん、そうですね。ああ、私なんてことまだよく存じ上げませんのに。もしよろしかったら今度ぜひゆっくりお話でも。その時はお仕事の話ではないことを。いかがです、二人だけで。ええ、ぜひ喜んでご一緒しましょう。もちろん出会ってその場で恋に落ちることだってあるわよ。サルバドールのことも会った途端に好きになったの。どんな人かも知らずにね。それから？私たち素晴らしい恋をしたわ。聞いてるだけで幸せが見えるようだよ。その通りよ。サルバドールと私はどこ行くにもいつも二人で一緒だったの。天気がいいとハイキングに行ったり、夜はいろんなコンサートに出かけたりして、二人でいると時間が経つのが早かったわ。楽しかった思い出ばかり残っているんだね。いいことだよ。ええ、そう思うわ。亡くなった後は子供たちを一生懸命育てながら彼のことを心の支えにしてきたの。今でも愛してるわ。一緒に泣いたり笑ったりしたことが昨日のことみたいで。もちろん覚えてないでしょうけどね、まだ小さかったから。ちょっと待ってよ。小さかったってもしかして僕をマルコスと勘違いしてるんじゃないのかい。そんなに似てるかな。やだ、私ったら大丈夫だよ、僕は子供じゃないから。それより君の話をもっと聞きたいな。喜んでいただけなかったのは残念だわ。贈り物のつもりだったのに。どうしても受け取れません。お宅が荒らされたのを見てかなりひどかったから、何かできたらと思って。どうしてですか。この町で泥棒が入った家には一軒一軒寄付をするんですか。そうじゃないけど。うちだけですか。どうしてうちだけなんですか。そんなに気に障るようなことをしたかしら。私はただいいことだと思ってお宅に贈り物しただけなのに。お気持ちだけをありがたくいただきます。わかったわ。そちらがいらないというのなら私も無理強いはしないわ。すみません、僕たちはいつも何でも自分たちの力でやるようにと言われて育ちました。だからこれらの贈り物は受け取れませんし、そして病院の支払いのご援助もお断りします。いくらだか知ってる？あの額お宅が払えると思うの？ええ、高すぎて払えないでしょうね。入院するとかなりのお金がかかるのは十分知っています。ですが僕らで何とかしていこうと思っていますから。そう、それなら言うことはないわ。心がけは立派だけど、なんだか気持ちを踏みにじられたって感じ。そういうつもりじゃありませんよ。憎くて返すわけではないんです。その辺を分かってください。僕らのように生きるのが精一杯の人間は自分に誇りを持って生きていくしかないんです。お金持ちでも自分自身に誇りを持ってる人は大勢いるのよ。ではお時間をいただきまして本当にどうもありがとうございました。お気持ちはこれからも絶対忘れません。
さようなら。気をつけて、さようなら。誇りなら持ちたいだけ持てばいいわ。そのくらいしかあなたたちに残るものはないんだから。ママ、出かける前に言っとこうと思って。ねえ、ママ、どうしよう。まただわ。ママがまた、どうしてなの。ママ、どうしてこんなことになるの。嫌よ。またあんなことになったら嫌よ。ママ、やめて。サルバドールは山の方が好きだったわね。清らかな空気と静けさの中に山の息遣いを感じて落ち着くって。うん。何か他にない。何が。山がご主人の話ばかりだからさ。そうね、ごめんなさい。許してちょうだいね、先生。そうよね、私って口を開けばサルバドールのことばっかりしゃべってつまらないわよね。いいんだよ、とっても面白いよ。うん。だけど、なんていうかな、もっと自分のことを話したらどうかな。自分自身のことをもっとね。うん、そうは言ってもね、私今までの人生でサルバドールしか知らないんだもの。会ったばっかりの時は私も若くて夢中になっちゃって。ごめんなさいね、私また彼のことを話してしまったわね。あなたのような人はいないよ。私がどこかおかしいってこと？違うよ、そうじゃなくて、あなたを見てて思うんだけど、内面にせっかくいいものを持っているのに表に出さないなんてもったいない気がするんだよ。私は何の取り柄もない女よ。いや違うね。そうよ。違う。だからね、僕はあなたが実際持ってる情熱っていうか、子供たちに対する思いなんかを尊敬してるんだ。知性があってしかも綺麗で。冗談でしょ先生、私が綺麗？汚いシャツ着てお化粧もろくにしてないのに。そりゃ若い頃はまだしも、今はもうダメ。謙遜しなくてもいいよ。そのままでも十分綺麗だし、別に着飾ったりする必要は全然ないよ。それに驚くほど素直だからかな。例えば僕が何か言うと、どんなことでも喜んで聞いてくれて、その度に僕の言いたいことがストレートに伝わってると思うんだ。多分ね。ごめんなさい、どういうことなの。わからないわ。つまり一緒にいたいんだよ。二人でいると楽しいから。何度も会って話ができたらなって。マルガリータ、君のことが好きなんだ。あの、そうだ、私もう行かないと、遅くなるとまずいわ。子供たちも帰ってくるし。マルガリータ待って、もう一ついい？ずっと前から聞きたかったことがあるんだ。何？言って。でもいいかな。今はモレーノさんに書類を揃えてもらってるけど、こんなに面倒だとは思わなかった。パパは手広くやってたから仕方がないわね。書類を見るのはもううんざり。早く終わってほしいと思うわ。パパが亡くなってもゆっくり悲しんでる暇はないのね。山のように書類があるんだから。そうね。でもイタロがきちんとしていたおかげでだいぶ楽よ。それで今日来たのはね、サインをしてほしい書類があったからなの。そう、何の書類？これはね、遺産相続に関すること。弁護士に頼むのも時間がかかるから自分で来たの。わかった。一応読む？私の弁護士に書かせたものだから間違いはないと思うけど、任せるわ。
とにかく今も言ったようにサインが揃えば手続きも早く済むし、正確な分配額も 2,3 日中には分かるわ。そうね。パトリシア、サインはするな。どうしたのマリソル、大丈夫？何でもない、考え事。うん、考えすぎるのも良くないわよ。ふう、ねえ暑くない？ふう、平気よ。そんなに暑いかしら。きっとまだ慣れてないんだわ。だってボストンはここと比べたらずっと寒いもの。それに雨が降ってきそうだしね。確かにここじゃ雨はよく降るわね。うん、今日はあんまりご機嫌がよろしくないようだから、ここから消えてあげる。じゃあ私は出かけるわね。エステファニア、ごめんなさい。いいの、気にしないで。暑いから泳ぎに行こうと思って。川で泳ぐって言ったらダニエルも来るかしら。え、ダメよそんなこと。私のガードマンよ。ただ泳ぎに行くだけでしょ。別に何も悪いことはしてないもの。いいじゃない、たまには。マリソルも来たくなったら来てね、川にいるから。じゃあね。じゃあね。